してチャンピオンチームよりチャンピオンベルトの返還でございます。さあ、小橋がこのベルトを返還するのも今日が初めてです。試合終了後、このベルトを巻くのはどちらのチームか。60分一本勝負のアジアタック選手権試合が間もなく始まろうとしております。アジアタック選手権試合60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者チーム、255ポンドジョニー・スミス、カルガリーの新爆弾児、265ポンドデイビーボーイ・スミス、筋肉ブルブルブルドッグデイビーボーイ・スミス、スミス組です。挑戦者チーム、我がコーナーアジアタッグ選手権チャンピオンチーム、250ポンド小橋健太、気を見てびんなり小橋健太、245ポンド三沢光晴、新鮮なコールです。三沢光晴です。放送席には解説に竹内浩介さんをお招きしております。竹内さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、この一戦ベルトの行方もちろん注目されるんですが、その前に三沢ですね。やはりそうですね、やっぱり新チャンピオンチーム、しかもですね、素顔に戻った三沢がどういうファイトをしていくか興味でありますね。はい、開幕戦東京体育館におきまして、アイドルからの脱却ということで、タイガーマスクが自らマスクを試合中に脱ぎ捨てました。三沢としてはさらに上を狙いたいということで、これやはりこのジャンボ鶴田に続くナンバー2の座を照準合わせていると見ていいですか。もちろん今八つもいますしね、高野もいて、やっぱり現在その1位がクイーンになってますからね、はい、そういう部分でやっぱりその三沢としては何が何でもそのナンバー2のポストを手に入れたいでしょうね。さあ、ゴングが高らかに鳴らされました。今宵限りプロレスが行われるのは今夜が最後です。広島県立体育館、まずはチャンピオンチーム小橋健太、そして挑戦者チームはジョニー・スミスです。小橋健太はアジアタックのベルトを4度目の挑戦にして、成功させました。ベルトを取った今、ようやくスタートラインに立った気がすると言っております。竹内さん、この小橋としてはこのベルトを取ったがゆえに、逆にこれは硬さにならなければいいですね。今度はですね、やっぱり守る苦しさが待ってるわけですからね、はい、小橋健太はいつまでもチャレンジャー精神を失わないでいたいと言っておりました。永遠にチャレンジャー、チャンピオン小橋です。さあ、ジョニー・スミスからデイビーボーイ・スミスにつながりました。竹内さん、まず第一印象なんですが、似てるんですよね。似てますね。やっぱり別々に見てた時はですね、それほどのところもなかったんですけどね、この2人が並んでみますと本当によく似てますね。はい、両選手ともにユニオンジャックのトランクス、そしてサイドラインを短く刈り込んだこのブロンドヘア、そして表情も似ているんです。デイビーボーイスミス、そしてジョニースミス組、挑戦者チームであります。さあ、ロープにホイップしたぞ。デイビーボーイスミス、ショルダータックル、小橋負けない。さあ、自ら走ったぞ。もう一回だ。地に伏せたデイビーボーイスミス、さあ持ち上げるか、ショルダータックル、ラリアットラリアット、丸田棒のように太い右腕で打ってきました、デイビーボーイスミス。さあ、もう一回ロープホイップして、さあ持ち上げた持ち上げた、ボディリフトアップ、筋肉疲労パーティーだ。何度も何度も上げ下げ上げ下げ、そしてダウンさせる。まさにスーパーパワーシリーズ、いやいやハイパーパワーシリーズと申し上げていいのではないでしょうか。それしましても、竹内さん、これまでデイビーボーイスミスはブリティッシュブルドッグスの時はダイナマイトキッドのややもすると彼の陰に隠れていた、しかしこれは、はい、このチームの場合エースとなりますからね。それとですね、最近キッドがやっぱりちょっとウエイトがダウンしてますからね、そういう部分でやっぱりこのジョニースミスあたりがですね、はい、いい新しいパートナーとして出てきますとね、やっぱりDB ボーイスミスも顔とやっぱり伸びてくるでしょうね、はい、ブリティッシュブルドックスの時はやはりこのキッドのスピード、そしてこのスミスのパワーという図式があったんですが、このチームの場合ジョニースミスの役割分担ってどうなるんでしょうか。これはやっぱりパワー&パワーになってくるでしょうね。ダブルパワーですか。しかも今度逆にですね、スミスが今度はテクニックで勝負してくるでしょうしね、DB ボーイの方ですね。はい、なるほど。実況する方も必ずフルネームで呼ばなければならないというちょっと大変ですね。そうですね、はい、スミス&スミスですからね、はい、さあ、チャンピオンチームは元タイガーマスク三沢光晴が出ております。やはりこのマスクを脱ぐと表情があからさまになるということで、ちょっとやりづらい面もあるんじゃないでしょうかね。そうですね、今までですね、やっぱり苦しい部分でもやっぱりマスクでそのカバーされてた部分がありましたからね、はい、これからはやっぱりその苦しさもですね、やっぱりその攻めるときも全て顔の表情が出てきますからね。黒髪があらわになっております。さあ、空を切ったぞ。そしてどうする、見送った。さあ、これはどうする、足を取って円髄、耳のあたりを打たれましたか。いい当たりしましたね。はい、カモンデイビーという声とともに足を当てました。そしてタッチです。
スミスからスミスへのタッチ、こちらデイビーボーイスミス、スリーパーホールドです。プライドが筋肉になっているこのデイビーボーイスミス、表情にはまだまだ余裕があります。対するこちら三沢、先ほどの延髄が効いているのか、あ、苦しい表情、白い歯を食いしばっております。チャンピオンチーム、しかし昔からですね、はい、よくそのマスクマンは2つの顔を持つ男と言われますけどもね、今日の三沢見てますとね、やっぱりその確かにタイガーマスクなんですけどもね、やっぱり一味違ってきてる見えるんですよね。あ、そうですか。そういう意味でやっぱりそのマスクマンというのは2つの顔を持ってるっていうのが改めて分かりますね。しかも試合中にマスクを脱ぐということで、かなりのこれは意気込みはあるんでしょうね。やっぱりこれは三沢の気迫だったんでしょうね。ローリングサバット、裏切りを見せました。そして自らロープなしてスライディングキック、場外転落、デイビーボーイスミスです。さあ飛ぶぞ、三沢として、三沢として飛ぶか、いや飛びません。この辺りのロープワーク前、そしてクラッチャー飛びました。広島県立体育館に三沢として飛びました。スルリとリングの中に体を入れてまいりました。デイビーボーイスミス、あーちょっと気が動転してるんでしょうか、頭を抑えました。さあ三沢休まないぞ。さあ小橋につなぐか、自分のコーナーに持ってれた。そして小橋健太、もううっすらと汗をかいている。さあキックザッポーだ。そしてロープにホイップするぞ。さあどうする、ドロップキック、ジャストミート。さあしかしここでスミス合体攻撃か、ジョニー・スミスがショルダータックル、体もろともぶつけていきます。さあブレインバスターの体勢だ、高々と持ち上げた。滞空時間が実にある、腰をしたたか打ちました小橋健太。チャンピオンチームは4月9日岡山大会におきましてカンナムエキスプレスからベルトを奪取しました。フィニッシュは、三沢ミサルのタイガードライバーということですが、やはり竹内さん、今日のゲームの組み立てとしてはやはりこの小橋を前面に出して、ことのつまりは三沢ということなんですかね。そうですね、それも狙いはやっぱりジョニー・スミスを狙っていくでしょうね。なるほど、勝負時間が5分を経過いたしました。60分一本勝負のアジアタック選手権試合です。ギロチンドロップ、そしてカバーの体勢、カウントを一つで戻しましたジョニー・スミス。パワー&パワーの挑戦者チーム、さあ両の手を合わせました。力比べの体勢からダブルリスト、アームサルトでブリッジを返している。やはりパワー正面同士の対決になるとチャンピオンチームもやや劣勢になりますか。そうですね、やっぱりスミス&スミスがですね、パワーパワーで押していきますとね、やっぱりちょっとそのパワー負けしてくる部分がありますね。ですからやっぱり小橋三沢組としてはできればですね、こういうねっちりとした攻撃でまずですね、相手のスタミナを奪いたいところですね、はい、そして得意の空中殺法に持っていきたいところでありますが、さあローリングタッチ、三沢光晴です。今ちらりと小橋の方を気にしました。さあここに来て試合展開が緩やかになってまいりました。お互いの出方を見ているようです。肩を合わせた三沢、素顔のままで新たなる再出発であります三沢光晴。さてこのアジアタック選手権試合4選手の年齢をちょっと見てみると、まず三沢がもうすぐ28歳、小橋健太が23歳、デイビーボーイスミスが28歳、ジョニースミスが24歳と非常にフレッシュですね、竹内さんね。まあ、それだけにですね、やっぱりこんだけ息のいいファイトになってるわけですね、はい、キャリアという点で見ますと一番キャリアのあるのがデイビーボーイスミス、デビュー12年、そしてこの画面苦しい表情三沢光晴がデビュー9年です。一番若いのが小橋健太、竹内さんデビュー2年ですよ。大変な抜擢ですね、それとやっぱスミスの場合はもう15歳からデビューしてますからね、はい、この若さでもやっぱりもうほぼベテランの域に達しますね。そうですね、私よく若きベテランという言葉を使いますが、そういった目ではテリー・ボディ、こういったデイビーボーイ・スミス、若さには十分に自信があるところ、それにキャリアがプラスされております。さあそのデイビーボーイ・スミスからジョニー・スミスにタッチされました。さあ三沢です。三沢今日は何度も何度も歯を食いしばるシーンがある。ひょっとしたら竹内さん、タイガーマスクの時もこういった苦しいシーンあったのかもしれないんですけども、マスクで見えませんでしたからね。そうですね、表情は全く見えなかったですね、はい、肩口を狙います。
腕式逆十字。ちょっと三沢武さん、まだいいところないですね。それとですね、ジョニー・スミス、今回がこれ3度目の来日なんですけどもね、はい、やっぱりさらにポンとパワーアップしてきた感じしますね。試合のやっぱり決めの細かさも出てきましたね。はい、やはりこのデイビーボーイスミスのパートナーとして、これは自分をアピールするにはもってこいの場ですからね。これはチャンスですよね。はい、さあスタンディングポジション取りました。険しい表情は三沢です。さあショートレッジからドロップキックを放ちました。さあ小橋につなぎます。合体殺法を見るか、チャンピオンチームです。さあ注目しましょう。ロープにホイップする、ダブルのドロップキック。さあそのまま小橋が残ってカウント1つです。ここはポジションが良くない。広島県立体育館のお客さん、このアジアタック選手権試合じっと注目しております。竹内さん、このアジア戦線といいますとカンナムがいる、フットロースがいる、そしてこのスミス組、三つどもえという言葉ありますが、そういった意味では四つどもえ、まさに群雄割拠ですね。そうですね、サルネに今年はさらにですね、別のチームがまだ、はい、まあ、加わってくる可能性もありますからね、ますますアジアタッグ戦線は面白くなってくるでしょうね。さあおんぶするような体勢になりました。さあここからコーナーパッドに背中を当てた小橋、耐えている、耐えることによって成長している小橋健太。デイビーボーイスミスにつなぎました。さあデイビーボーイスミスの体が随分と好調してまいりました。対角線にホイップするぞ、ここからモンキーフリップ、しかし作って起き上がって、これ小橋ピンチだ、ラリアット挑戦時、もう一回モンキーフリップ、あ腰を痛めましたか。60分一本勝負のアジアタック選手権試合10分を経過いたしました。さあ大きく抱えてブレンバスターか、あー竹内さん対空時間ありますね。ちょっとスミスの場合はやや横に落としますね。あーなるほど、竹内さん、このブリティッシュブルドッグスの時はこのスミスがパワーで相手をねじ伏せる、あこれは釣り天井でしょうか。そしてキッドのダイビングヘッドパットという殺人フルコースがありました。このスミス組の時はどうなるんですかね。これはですね、また合体が生きてきますからね、はい、あるいはそのスミスのやっぱりあのデビューボイスミスのですね、はい、なだれ式ブレンバスターを確認してですね、何かの連携を作ってくる可能性がありますね。あなるほど、あ小橋が苦しいぞ、両の足をきっちりと決められて、そして両の腕を取ると、これは釣り天井ロメロスペシャルへの移行であります。足は完璧に決まってますね。はい、さあこの太ももにデイビーボーイスミスの115キロが乗っているんだ。そしてこれ背骨がかなり痛めつけられるはずです。十分な体勢から、さあ報道陣がフラッシュチャンスを狙っているぞ。さあここから、ここからハンドをつけて持ち上げた、持ち上げた、天井のライトが高さも十分ですね。はい、小橋健太苦しい、レミオガシという形で弓矢が試し、釣り天井を持っていきました。デイビーボーイスミス、さあ太ももを狙っていきます。この太もも、先ほどのたった今のこの釣り天井でデイビーボーイスミスががっちりと足を当てていたところです。ジョニースミスも結構攻撃の狙いどころを抑えてますね。うまいですね。はい、さあこれはアキレス腱でしょうか。アキレス腱に入りましたね。はい、表情で見る限り苦しい表情をしているのはチャンピオンチーム小橋、そして三沢です。さあ自らの展開に持っていくことができるか。汗がポタポタキャンパスに落ちております。さあ小橋の表情はどうだ。険しい表情だ。さあ逆にアキレス腱に返しましたね。あなるほど、さあ徐々に小橋が自らのペースに持ってきているようです。永遠にチャレンジャー小橋健太、これはブレイクですね。あ左足がちょっと心配です。小橋デイビーボーイスミス、レッグスプレッド
そして両の足を飛んで取ってキャンバス中央でボストンクラブに移るんでしょう。ご覧ください、このデイビーボイスミスの上半身。さあ気合いものとも相手の体を裏返した、逆エビ固め。伊沢たまらずカットです。カットするとデイビーボイスミスの胸からものすごい汗が吹き出ます。さあ返す刀で三沢、ちょっと2ダウンか、倒れました。ドロップキック。さあ小橋どこまで頑張ることができるか。水川ロープが走ってフライングニエルキック、耳の当たりに当たりました。さあ三沢だ、さあ三沢だ、再出発の三沢。デイビーボーイスミスを捉えるか。これはいい当たりですね。場内からどよめきが漏れました。カウント2。さあこのブロンドヘアをムンズと掴んで、さあ相手を起き上がることができるか。三沢ソンビング、ちょっとダウンの状況です。デイビーボーイスミス、さあヘッドパットをかわす、そしてジョニースミスです。上背では三沢にやや分があります。ジョニースミスは身長180センチ、三沢は185センチ。ドロップキックです。三沢の髪が乱れます。リバースにホイップした、かわして、今日はスピンキックを多用する三沢。さあサイドのヘッドロック捉えました。腰を落としていくぞ。15分が経過いたしました。徐々にチャンピオンチームのペースになっている、そんな気がいたします。さあユニオンジャックのトランクス、ニークラッシャー。さあこのまま体勢でもう一発持っていくか。さあこれはかわしました三沢。一進一退の攻防、ややチャンピオンチームペースか。ボディースラムでジョニースマスを寝かせる、そしてここからギロチンドロップ、小橋につなぎます。さあ広島県立体育館、小橋健太の空中殺法が見られるか。さあデイビーボイスミスがカットするセカンドロープ、これはナタレシのブレンバスターか。しかし三沢がカットするか。さあ下から三沢だ、このデイビーボイスミスが捉えている、放送席の前に転落。さあリングの上ではジョニースミスがトップロープですね、オンザトップロープからナタレシブレンバスター、カウントが入る、カウント2。危なかったですね。リアリといたしましたチャンピオンチーム小橋健太。さあチャンピオンチームとしてはこれが初の防衛戦ということになりますが、これは苦しい展開になってくるか。これはちょっと危険ですね。これは小橋ピンチだ。さあここからこのまま持ってった、さすがこの辺りチャンピオンチーム、怪力に物を言わした殺法を続けざまに持っていきます。このままのペースですと竹下危ないですね。小橋苦しいところですね、さあどこまで耐えることができるのか、はたまたこのまま沈んでしまうのか。さあトップロープジョニースミス、ダイビングヘッドバットかわしました。さあこれはタッチのチャンス、三沢につなぎます。さあ大の字のジョニースミスを三沢が捉えた、対角線にホイップする。さあこうしてスローイングしてどうする、エルボーアタック、そして今度は逆の対角線だ、ラリアット、ライブラリアット、ハンマーアタック、さあここからカナディアンバックメーカーか、サンダーファイヤーか、前寝かした、そしてここにボディープレス、ボディープレス、カウントが入る、カウント3、カウント3、三沢という名でボディープレス見せました。アジアタック選手権試合チャンピオンチーム防衛、初防衛です。汗びっしょり三沢、そして汗びっしょり小橋健太です。竹内さんいかがでしたか。やはりチャンピオンチームになったことですね、はい、やっぱ小橋三沢本当にやっぱりいい連携が出てきましたね、はい、さあ勝負タイムは17分と22秒、最後は小気味の良い連携プレー、三沢光春、三沢光春のボディープレスで初の防衛に成功いたしました。防衛に成功いたしました三沢光春、小橋健太にチャンピオンベルトの贈呈でございます。さあ竹内さん、小橋としてはこの防衛したということで
初めてこのチャンピオンとしての自覚が生まれてくるんじゃないですかね。そうですね、やっぱり取った時よりもですね、やっぱり1回防衛してまた改めて嬉しさが見えてきているでしょうね。吉村敦史報道制作局長によりまして、チャンピオンベルト、そしてチャンピオンズトロフィーが授与されました。場内からは温かい拍手です。高橋さん、挑戦者チームはどうでしたか。なかなかやっぱり良かったですね、はい、ただですね、まだまだやっぱりそのコミュニケーションに今一つですね、やっぱりキャリアが感じられなかったので、この次にやっぱり期待したいですね、はい、しかしパワーでは目を見張るものがありました。